誰か殺そうよ。そう、シセロと聞こえし者、狩りへと赴こうぞ。見つけた猫を殺したらペットのネズミに食わせよう。シーランシン、楽しい恩師、夜中に道化師がナイフを持ってやってきた。そして男に言った、そいつは泥棒じゃない、俺の妻だ。好きなんだよね。鳥さんを見つけたら聞こえる前に首を折ろう。かわいいネリーと出会ったら、ナイフをお腹に突き立てよう。あのシーランシン、綺麗な、綺麗な花がいい。母に歴性をかけないと、届かないところまで人間に。虚無に歌が流れてる。踊りに。
ドレッドノートも哀れな視線にふざけるくらいをさせてくれるだろう。歌う鳥さんを見つけたら聞こえる前に。楽しい乱心、楽しい音信、夜中に道化師がナイフを持ってやってきたとき。見つけた猫を殺したらペットのネズミに食わせよう。はぁ、歴性をかけない。届かないところまで。きれいな花がいい。この声はあなたなのかい？いや、違う。また、今のは何だ？彼も服に火をつけてやろう。
セロはお腹が空いた。人参が欲しい。今のは何だ？その竜と膝でへし折ってやろう。そして男に言った。そいつは泥棒じゃない、俺の妻だ。なんだよね。ボエシア王に忠誠を誓っているの。あなたは度胸を試しに来たのかしら。私たちはボエシアの規範から作られて、言葉と剣によって意志を世界に刻み込む。あなたこそ何者なの、クズのくせ。そよ風にも吹き散らされるただの霧だわ。結構私の見込み違いにも策略家、民を惑わす、トリニマックを滅ぼす、影の女王、破壊の女神、壊す男を消す。王の高貴な名前の多くは、上妙の者のためだけのものよ。これから死ぬまで、この強大な名を唱え続けるといいわ。そんなことをしても、無駄だけどね。王にとって、名前は無意味なの。王が気にしているのは、誰が自分勝手で、誰の心が決意であふれて、誰の生き様が異形に満ちているかってことだけ。闇の女王に会いたいなら、やるべきことがあるわ。まず、あなたが嘘つきじゃないか確かめないとね。誰か見つけて、その人の信頼を得なさい。そして祠の上に連れて行く。次に、その奴隷を生贄の柱に触れさせて、柱の魔法が奴隷を捕らえて自由を奪うわ。そうしたらきっちり縛り上げて儀式用の剣を深く突き刺すの。流れ出た血を自分で浴びるくらいにね。あなたが十分強ければ闇の邸宅にいるボエシア王を揺り動かして、その姿を見せてくれるはず。
せろば。まだわからないわ。けど、もし本当にボエシアオがいらっしゃったら、喜んであなたを仲間に迎えるわ。ボエシア王の気を引きたいなら、ここらで奴隷を殺すといいわよ。他のように内臓を燃えちゃえばいいのよ。腕試しに戦おう。正しき言葉か正しきだが、どちらも同じ目的を達成することができる。歴史をかけないと届かないところまで。かわいいネリーと出会ったな。ナイフをお腹に。誰か殺そうよ。忍び込んだり暗闇からひと突きすることか。おう、そうだと言ってくれ。喜んで聞こえし者よ。他には俺はいつでもやる気だ。あの方が死に繰り触れるのはなんと不快なものか。我々の中にお前は我が注意を引いたのだ。情妙のものよ、愚かなことを。聞かせてほしい。なぜこの者を殺した。お前を信頼していた者をこの我が祠で。我
我のためにだと。我が望みは上妙の者が戯れで手にした戦利品などではない。無礼者め、殺してしまおうか。そうか、それはいい。恐れを知らぬ心は得難いものだ。お前こそが我の探していたものなのかもしれぬな。本当にそうなのかはすぐに明らかになることであろう。聞け、皆の者よ、聞け。戦士が必要なのだ。冷酷で抜け目なく鋭敏な戦士が。お前たちは毎晩ここに集い、我が祠に愚か者どもの命を捧げ、あてもなく争いを繰り返してきた。より優秀なのは一体どちらだ？我にお前たちの能力を示すのだ。最後まで生き残った者に特別な任務を与えよう。今のは何だ？ねえ、はあ！お前はその志の強さの口で人を欺く才能を証明した。戦いでは残忍さと優れた腕前を見せた。最後の試練の時が来た。お前は名誉を捨て隠し持った刀剣で相手を切りつけることができるか。優れた洞察力だ。スカイリムは美しく無慈悲な女王だが、その民は名誉という哀れな概念にしがみついている。前の勇者は我の勘に触るのだ。そろそろ替え時だな。いつものやり方だ。ナイフポイントリッチに身を潜めている。そこで山賊や追いはぎを集め王を気取っているのだ。かの者の一団を一人残らず殺せ。できるだけ騒がず目立たずやるのだ。この件ではお前は我が手先として行動するのだ。他の者を冷酷なまでに殺してしまえ。防御するなどという尊厳を与えてはならぬ。他の者が倒れ、その手下どもをすべて消し去ったら、我が黒炭の鎖片びらを回収するがよい。真の勇者にのみふさわしい贈り物だ。